オリックスバファローズ、今年の戦力外候補の選手、候補がかなり決まってきたということで、まとめてご紹介していきたいと思います。オリックス、今年はですね、戦力外通告を受ける選手が例年より少し少なくなる可能性があります。というのもですね、4人の選手がすでに引退を表明しています。比嘉投手、T 岡田選手、安達選手、そして小田選手ですね。これらの選手はベテランの選手ではあるんですけれども、近年1軍の出場機会っていうのも比較的多かった選手で、こうしたベテランの選手が4人も一気に引退するということになりますと、ある程度支配下の選手の枠にも空きが出ますし、当然この引退した選手たちの代役となるような選手たちっていうのは確保しておかなければいけないと、そういった状況になってきます。こうした背景を総合的に考えますと、来年よりは少しオリックスの戦力外通告人数が少なくなるんじゃないかというふうに分析しています。ではまずですね、外国人選手の退団候補の選手、こちらから見ていきたいと思います。外国人選手ですと、まずやっぱりトーマス選手名前が上がってきます。29歳で年俸が 1.1 億円。今年は1軍出場わずか10試合で18打数のノーヒット。打率0割という成績ですね。昨年は 3A で打率3割8厘、ホームラン17本、そして OPS も943と好成績を残してオリックスに入団しました。左打ちの外国人選手で、ライトであればこうある程度は守れる、場合によってはセンターも守れると、そういった形で守備もこうある程度期待されて入団した選手ではありました。ただですね、1軍ではこれだけ成績を残すことができず、そして2軍でも打率としては2割後半は残っていますけれども、ホームランの数っていうのが少ないですし、外国人選手とすると物足りなさすぎる成績ということで、退団は確定的という状況でございます。そしてマーウィン・ゴンザレス選手、35歳、年俸は 1.5 億円。今年は23試合の出場で1割3分1厘ホームラン1本という成績になっています。昨年も打率こそ2割ちょっとという数字ではありましたけれども、ホームラン2桁ありましたし、ポストシーズンも含めて随所に光る活躍を見せてくれたと、そんな選手ではありました。ただ今年は故障も重なっていますし、年齢的にもこう成績がぐっと落ちてきている感じで、退団は現状確定的な状況かなというふうに見ています。オリックスの外国人選手、今年入ってきた選手っていうのがかなり他の選手は活躍しています。エスピノーザ投手、カスティーヨ投手、この2人の先発に加えて、リリーフのペルドモ投手とマチャド投手、そして野手でいうとセデーニョ選手が育成から上がって、ある程度こう主力級まで成長してきてくれていると、そういった状況です。なので、残留交渉が確定的な選手だけでもうすでに5人も在籍しているということになりますので、外国人選手試合か、すでにある程度人数がいますので、トーマス選手とゴンザレス選手、この2人の野手に関しては、退団となる可能性が極めて高いかなという状況になっています。では続いてですね、戦力外候補のピッチャーですね、こちら見ていきたいと思います。戦力外候補というところではあるんですけれども、もしかすると現役ドラフトで選ばれる可能性もあるんじゃないかと、それぐらいの選手が現状多いかなと思います。まず1人目が村西投手、27歳5年目のピッチャー。1軍では1試合の登板で防御率 9.00 という成績になっています。ただですね、現在アンダースローで投げていて、2軍でもイニング数結構投げることができています。アンダースローで投げられる先発ピッチャーということになりますと、需要が高く出る可能性もありますので、現役ドラフトっていうのも一つ選択肢としてはあるのかなと思います。そして前投手、23歳5年目のピッチャー、4試合1軍で投げまして防御率 7.20 という成績になっています。まだ若いピッチャーで、成績は少しずつ2軍で上がってきていますし、今年も2軍ではかなりいい投球続けていまして、ここから期待できるピッチャーではあります。ただオリックス現状右のリリーフピッチャーっていうのは候補、多くいるという感じでございまして、枠の問題もあるんですけれども、戦力外にするにはちょっともったいないなという感じではありますので、現役ドラフトっていうのは可能性あるのかなと思います。そして横浜投手、26歳3年目のピッチャー、2軍では45試合と、数多く投げていますし、防御率 3.83 という成績ではあるんですけれども、無失点を重ねる試合っていうのも結構多いんですね。たまにこう複数失点して防御率上がってしまっているんですけれども、無失点の試合自体は結構多くなっています。2軍でチーム最多登板しているということで、2軍を回す上では現状貴重な戦力にはなっています。このタフさもあるということで、もしかすると現役ドラフトもあるかなっていう候補ではあります。
そしてですね、19歳の河内投手、河内投手はトミージョン手術を受けたのが本当に最近という感じで、2024年の8月下旬ですね、受けていますので、復帰はこの感じですと2026年シーズンになる可能性が高いかなという状況でございますので、育成でもう一度契約という可能性は高いと思います。そして平野投手がですね、40歳なんですけれども現役続行を表明しているという報道が出ました。ただですね、成績今シーズンこうぐっと落ちましたし、戦力的なところで見ますと、ちょっと厳しい部分っていうのも少しずつ出てきています。なので年俸も2億円を超えていて、かなり高い年俸ですし、もしかするとこう大きく減俸での残留とか、そういった可能性があるのかなというふうに思います。2年契約も今年のオフで切れるということもありますし、どうなるかっていうところは注目ですね。こうして見ているとオリックスはこのピッチャーがもう確実に戦力外だなっていうような、そういった位置にいる選手っていうのがいない状況で、どう戦力を見極めていくのか、現役ドラフトで誰を選ぶのか、このあたりは一つ注目のポイントになります。では続いて戦力外候補の野手について見ていきたいと思います。野手ですけれども、まず名前上がってくるのが佐野選手、育成再契約の可能性があるのかなと見ています。28歳10年目の選手で、今年は1軍で4試合の出場にとどまっています。足が速い選手で、そして意外と長打も出るということで、過去にはスタメンで起用されることも多かったですし、バックアップとしても結構1軍帯同が長かった選手でした。ただ今年は2軍成績も結構苦戦している感じですし、渡辺選手が1軍で割とこう守備走塁も含めてこうバックアップで起用されるようになってきたということもあって、年齢を考えてもこうなかなかこう出場機会が増えていかないという状況になっています。そして靭帯の損傷で手術を受けて、そこから現状練習には復帰しているんですけれども、まだ試合には復帰していないという状況です。立場的には現役ドラフトもあり得るようなところであるんですけれども、故障中ということでですね、対談よりは育成再契約の可能性が高いのかなと見ています。そしてもう一人、源選手、22歳4年目の選手、1軍では5試合の出場で打率が1割2分5厘という成績になっています。この選手も育成再契約と、もしくは現役ドラフト、どちらの可能性もある選手なのかなと見ています。ドラフト2位でもともと高い順位で指名された選手なんですけれども、2軍でも打率が2割前半から中盤ぐらいでこう落ち着いてしまっているというか、なかなか伸び悩んでいるという状況ですね。2軍では本当に数多く出場機会を与えられている選手ではあるんですけれども、伸び悩んでいて、今年は少しですね、打撃向上の兆しも見られていたんですけれども、やっぱり打率が2割中盤ぐらいにこう収束してきてしまっている可能性もあります。もう少し期待をして育成再契約とするのか、それとも現役ドラフトっていう可能性もあるのかなと思います。そしてキャッチャーに関しましては、現状支配下6人のみということになっていますので、石川遼選手も名前は上がってきてはいますけれども、残留の可能性はかなり高いのかなと、ドラフト次第ではありますけれども、現状の枚数とすると残留の可能性は高いと思います。ぜひ皆さんの意見もコメント欄で聞かせてください。以上です。